掴んで施設最上部まで運んでください。掴みは丸ボタンです。お願い助けて。レイゴファーッ。オービタルブレイクの排除を実現しましょう。デコイリリース。リンゴ助けて。おい、着いたぜ。ええ。まったく、今までよくやってきたな。これが普通。待って、通信だわ。とんだ足手まといだ。お似合いです。冗談じゃねえ。あいにく冗談を発言するプログラムは面白いコンピューターだな、お前は。面白い。お前とあのレオって小僧の方がお似合いだぜ。からかわないでください。アーマーの起動準備が始まったわ。急ぎましょう。待て、先に行きたいとこがある。何？アヌビスのあの一瞬で近づいてくる技に対抗する手段がない。対抗できる機能が必要だ。でもロイドに協力してもらう。オービタルフレームのシステムエンジニアだ。訓練時代に世話になった。ロイド？変わり者だわ。腕は確かだぜ。確かにアヌビスの戦闘能力を解析したのはロイドだけど。なら好都合じゃねえか。ジェフティのプログラム強化を頼もう。場所はわかるか？エアーズクリフ上部の施設だけど警備が厳重よ。案内するわ。わかった、早く乗れ。あら、失礼。
ねえ、今悪かったわ、いろいろ。ああ、ごめんなさい。お前、出身はマリネリスか？え、そうよ。北側のタルシス、渓谷からは遠いわ。軍には自分で志願を？父さんが軍人だったから。タルシスってことはオリンパス基地か。そう。ねえ、あなたはなぜバフラムに？歌い文句に騙されたんだよ。火星の自由と独立のために。笑わせるぜ。実情はただの破壊と独裁だ。ノーマンの命令を疑問に思うことは何度もあったが、だがあんなことになるまで抜け出せなかった。あなたの最後の任務？木星圏の研究施設に運ぶメタトロンの護衛だった。それで？コロニーアンティリアにメタトロンを護送、任務が完了してカリストのキャンプに帰るとき、地平線を埋め尽くすほどの連合軍に待ち伏せされた。オービタルフレームはまだ実戦投入されていなかった頃だ。地球製の新型と俺たちのレブじゃ性能は桁違いだった。俺はすぐ援軍を呼んだ。だがノーマンは何て言ったと思う？諦めろだ。奴の顔は笑っていた。地球側に俺たちの情報を漏らしたのはノーマンだ。奴が連合軍に待ち伏せさせた。奴が俺の仲間を殺したんだ。自分の部隊を撃った？生贄だよ。地球に許可なくメタトロンを運んだ。失敗に見せる必要があったんだ。俺の中隊は捨てられた。俺は援軍が来ると言って仲間を励ましながら一心に敵を倒した。気がつくと連合軍は引き上げていた。味方は全滅。カリストの民間労働者も巻き込んだ。俺はもう二度とバフラムには戻らないと決めた。仲間の敵を撃とうとは思わなかったの？俺に何ができる？バフラムに戻って反旗を翻せばみんなあなたに。ノーマンは俺を殺すつもりだったんだぜ。戻ったら殺される。剣にそうなったじゃねえか。だけどお前も見ただろ。あなたはバフラムが間違ってると知りながらそれでもノーマンの任務に加わっていた。力は正しいことに使うべきだわ。少なくとも自分が正しいと思えることに。それは誰の受け売りだ？え？軽く言えることじゃねえぞ。だけど私は。もういい。あとは全部済んでからだ。でも時間がねえんだろ。ロイドの施設の付近には侵入者妨害用の速射砲が埋めてあるの。それを避けて進むしかない。警備は厳重よ。というよりはジジイの趣味だな。何もない平野に見えても地面には対侵入者用の武装がびっしり埋められている。たどり着くためのルートは一つしかないわ。私の指示をよく聞いてその通り進んで。道をそれたら？エリシウムのリゾートで日焼けするよりは黒くなるわね。ストップ、ここからよ。まずはまっすぐ進んで、安全なルートを外れてきたら方向修正の指示を出すわ。方向を変えるときはその場で向きだけ変えて。移動しないで向いている方向を変える？方向だけを変えるには右スティックを使用してください。私が止まれって言ったら絶対に止まってよ。それから次の指示を待って。わかったよ。じゃあ行きましょう。まっすぐ進んで。いいわ、前に進んで。止まって、ゆっくり少しずつ向きを修正して。いいわ、前に進んで。止まって、進む方向を修正して。左よ、もう少し左、もう少し左。いいわ、前に進んで。待って、ストップ。進む方向を修正して。右よ、右よ、右よ、もう少し右、もう少し右、もう少し右。いいわ、前に進んで。
ストップ。進む方向修正して、右よ右よ、もう少し右、もう少し右、いいわ、前に進んで、気をつけて。ETR 反応消失。マニーヘッド発火。サイクロプス撃破。サブウェポン、ハルバードのデバイスドライバーを取得しました。丸ボタンを押している間、強力なレーザーキャノンを照射します。いいわ、前に進んで。あら？ちょっと止まって。ゆっくり、少しずつ向きを修正して。もう少し右。いいわ、前に進んで。止まって。進む方向修正して、もう少し左。いいわ、前に進んで。あら、ちょっと止まって。方向修正して、右よ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 。いいわ、前に進んで。気をつけて。ロックオンを解除するには L2 ボタンを長く押します。進む方向修正して、もう少し右。いいわ、前に進んで。あ、ストップ。こっちがこうで向こうだから、あれ、うん、多分進行方向修正。左よ左よ。いいわ、前に進んで。止まって。進む方向修正して。もう少し左。もう少し右。右よ。もう少し右。もう少し右。もう少し左。もう少し右。もう少し右。いいわ、前に進んで。やめて、殺す気。方向修正して、左よ左よ、もう少し左、もう少し左、もう少し右。いいわ、前に進んで。ミサイル接近、防御してください。修正して、左よ左よ、もう少し左、もう少し左、もう少し左、もう少し右。いいわ、前に進んで。止まって。進む方向修正して、右よ右よ、もう少し右、もう少し右。いいわ、前に進んで。エンカウント。
ージンのコマンダーを倒しましょう。前に進んで。待って、ストップ。ゆっくり、少しずつ向きを修正して。もう少し右。いいわ、前に進んで。止まって、進む方向を修正して。もう少し左。いいわ、前に進んで。待って、ストップ。進む方向を修正して。もう少し左。もう少し左。いいわ、前に進んで。気をつけて。ロックオンを解除するには L2 ボタンを長く押します。あ、ストップ。こっちがこうで向こうだから、あれ、多分進行方向修正。いいわ、前に進んで。慎重にやってよ。方向修正して、もう少し左。いいわ、前に進んで。待って、ストップ。進む方向修正して。もう少し右。もう少し左。もう少し右。いいわ、前に進んで。ストップ。方向修正して。もう少し右。いいわ、前に進んで。修正して。左よ、左よ、左よ。もう少し左。もう少し左。もう少し左。いいわ、前に進んで。待って、ストップ。進む方向修正して。右よ、右よ。もう少し右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 。いいわ、前に進んで。待って、ストップ。進む方向修正して。もう少し左。いいわ、ま、ミサイル接近、防御してください。修正して。左よ、左よ。もう少し左。もう少し左。もう少し左。いいわ、前に進んで。あら、ちょっと止まって。方向修正して。右よ、もう少し右。もう少し右。もう少し右。いいわ、前に進んで。エンカウント。バッター撤去。 ETR 艦内消失。撤去撃破。
押しとく。待って、ストップ。進む方向修正して。右よ、左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 よ、もう少し左、もう少し左、もう少し右、もう少し右。いいわ、前に進んで。久しぶりだな、じいさん。相談があってな。見当はつく。お前が乗っているその機体のことだろう。ああ、そうだ。私は地下にいる。自力で来い。地下？お前には特別の歓迎をしてやる。腕前を見せてみろ。
ル反応消失。敵撃破。バッター撃破。敵オービタルフレーム撃破。使用している間、エネルギーゲージの回復を行います。
来たか。だがここからが本番だ。年寄りと遊んでる時間はないんだ。手っ取り早く頼むぜ。それはお前次第だよ。最下層で待ってるぞ。壁面のシャフトに挟まれると人となりなりません。シャフトに動く基準をして行動してください。現状の使用予定をサイクロプス撃破、ペッキ撃破、ペッキ撃破。ETR 反応消失。マミーヘッド撃破。ラッター撃破。ETR 反応消失。ペッキ撃破。メタトロンを取得。次のユニットへの扉が開いています。矢印の方向に進んでください。Thank you.
ットへの扉が開いています。矢印の方向に進んでください。おかげさまでな。じいさん、研究熱心なのはいいが、行き過ぎは体に障るぜ。性能を追求した結果だよ。私だけではない、ノーマンもしかりだ。ノーマンが？私以上のやり方でな。ノーマンはもうお前が知っている男とは違う。アヌビスは強いぞ。アヌビスに対抗する力が欲しい。アヌビスの決定的な優位性は空間圧縮とその反動による亜光速移動能力にある。ウーレンベックカタパルト。そうだ、アヌビスはダイモスやフォボスに建設されたウーレンベックカタパルトのように圧縮した空間を元の状態に戻す反動によって自らを高速移動させる。まさにメタトロン技術を結集した完全体だ。悲観することはない。その能力はジェフティにも備わっている。
この2機の性能は互角、生き写しの双子だ。だがジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。それがあればアヌビスに勝てるかどうかはランナー次第だ。なら心配するな。早くプログラムをよこしてくれ。やはりノーマンに逆らう気か。逆らう？戦うだけだ。プログラムを渡すわけにはいかん。おい、欲しければまず私と戦え。じいさんの暇つぶしに。そうではない。お前とは違う。私はバフラムに忠誠を誓った男だ。裏切ることはできん。こんな軍でもか。それは別の問題だよ。手加減はできねえぞ。私もそのつもりだ。全力で来い。見るがいい、インヘルトの力を。ジェフティといえどもたやすくはないぞ。リンゴ、ここは私の家だ。力ずくで奪ってみろ。覚悟はいいな、リンゴ。決起、決めてろ。くれ。何も見えない。エイダ、敵位置の認識は可能ですが、敵機攻撃ともに視覚化できません。手がかりがあればいい。では私が敵機との距離、攻撃パターンをナビゲーションします。お前の声だけが頼りだ。頼む。了解しました。ミサイル接近、防御してください。 F マイン接近、回避してください。 F マイン接近、回避してください。敵機
大丈夫か、じいさん。お前ならノーマンを止められる。じいさん、プログラムは？渡したいが、体が動かん。怪我をしたようだ。私が手伝うわ。下ろして。急げ、アヌビスの子。アヌビス？ノーマンが近づいている。奴は力に取り憑かれている。何をするかわからんぞ。急げ。私が行く。急げ。すぐ戻るわ。プログラムをジェフティに送ってくれ、早く。わかった。パスワードは？そうだ、次にそのプロテクトを。ケン、急げ。分かってる。リンゴ、これから送るのは単なるデバイスではない。システムに着床するまで時間を要する。すぐには使えん。どれくらいだ？アヌビスが来たら逃げろ。今はまだ勝てんぞ。開いた。リンゴ、送るわ。確認した。早く戻れ。アーマン計画の目的は支配ではない。え？破壊だ。
ゼロシフトを入手しました。ディーンを、まだ死に足りないようだな。お前、人の命が軽い世の中だ。死んだはずの男が蘇り、アヌビスの一撃で何万もの人が死ぬ。なあディン、強い者が生き残る。途方もない進歩の末に、人類はやっと自然の摂理を手にしたわけだ。火星を穴だらけにしやがったのはお前か。私が私など単なる末端に過ぎ、全てはメタトロンの意志だ。避けるな。やめろ。ロイドが裏切るとはな。ディン、いいことを教えてやる。あの時お前が最後の任務でアンティリアに護送したメタトロンはどうなったと思う？知らねえな。その機体だよ。何？アヌビスとジェフティ、この2機はお前の部隊が運んだメタトロンで作られた。なんだって？喜べ。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。こいつが、あの時の…感謝しているぞ、ディンゴ。おかげで、仲間が死んだ。前祝いにちょうどいい。相手をしてやる。さあ！無事か？ええ、瓦礫の中だけど。すぐ戻る。来ないで、まだアヌビスが近い。くそ。ねえ、必ずアーマンを止めて。私がいなくなっても必ず。だが私たち仲間でしょ。あなたがカリストで失った部隊の人たちもきっと同じことを思ったわ。
自分が動けなくなってもきっと仲間が自分の思いを遂げてくれる。生き残った者にはそれをやらなくちゃいけない義務があるわ。お願い、必ずノーマンを、アーマンを止めて。わかった。ケン、ケン、きっと無事です。ケン、ディンゴさん、レオ、バシリア内に残ってるレブを警告に集めています。まもなく全部隊が集結します。警告？地下要塞アーマーンへの突入口です。わかった、合流する。前方に敵営。地上のレブ隊を襲うつもりだ。ジェフティ、これは思わぬ獲物だ。獲物はそっちだぜ。ほほう、たかがオービタルフレーム一機で我が艦隊にかなうものか。全艦攻撃準備だ。レオ、厄介元だ。そっちに向かってる艦隊を止める。なんだって。じゃあ僕も。お前はレブを守れ、すぐ追いつく。わかりました、気をつけてください。エイダ、敵戦艦撃沈のためには動力部の破壊が必要です。動力部はアーマーンの外壁同様、圧縮空間による質量の断層が確認できます。ベクターキャノンでしか破壊できません。わかった。ベクターキャノンはジェフティの脚部を固定した状態でなければ撃つことができません。注意してください。わかった。エイダ、とっとと片付けようぜ。了解。敵対攻撃に注意してください。敵対攻撃動力部を確保。敵対キャノンモードの移動。エネルギーライン全弾直結。ライティングギア、アイテム、ロック。チャンバー内、正常加圧中。ライフリング、回転開始。高エネルギー反応、周知。敵対武器中。残り4。援軍接近。ホーミングミサイルの使用予定は、敵艦対空レーザーを展開。エネルギーライン全弾直結。ランディングギア、アイテム、ロック。チャンバー内、正常加圧中。ライフリング、回転開始。撃てます。液体撃沈。残り3。新たな戦艦が戦闘中、攻撃に注意してください。デッキ増援。液体対空レーザーを展開。ライティングギア、アイゼン、ロック。チャンバー内、正常加圧中。
し、受け流し、機関対空レーザーを変換、敵艦撃沈、残り2。マリンジェット撃破、護衛のオービタルフレームが接近、敵艦正面は猛烈な反撃が予想されます。背面からの攻撃を進めします。Thank you.
増援。液体キャノンモードを移行。エネルギーライン全弾直結。ランディングギアアイゼンロック。チャンバー内正常加圧中。ライフリング回転開始。受けなし。液体撃沈。ライダー撃破。敵艦隊全滅しました。大地を焦がしたザカートの力を思い知れ。その時の恨みは晴らさせてもらうぞ我々を甘く見ないことだ。敵はジェフティだ。全力を振り絞れ。ザカートの力を見せてやれ。邪魔だ。ここは倒産。メインパス確保。撃て。これWe'll be right back.
までか。総員退避、急げ。サブウェポンフローティングマインのデバイスドライバーを取得しました。よし、エイダ、先を急ごう。どうした、こんな場所で。行くぞ、アーマウン始動の時間だ。セーフティーを発見、2240。俺は敵じゃない。レオはいないか。そんな奴は知らん。それ以上しゃべるな。テイパーか。こいつは敵だぞ。騙されるな。貴様、おかしいと思ったんだ。連合軍にオービタルフレームはほとんど残っちゃいねえ。引け。黙れ。ジェフティに搭乗しているランナーに次ぐ。本艦はフォボス警護に当たっている連合宇宙軍艦隊アトランティス号。私は副長のエレナ・ワインバーグ。そこにいるレブ隊の作戦を指揮している。エレナ。その機体ジェフティは我が連合宇宙軍のものだ。今すぐ投降しなさい。俺はあんたたちの指揮で動いてるはずだ。我々の指揮。バフラム軍に潜伏しているケン・マリネリス。ケン・マリネリス、そのような名前の人物は我が軍に存在しない。何？どのような陶器でも該当する人物はいない。そうか。ジェフティを返してもらおう。待ってくれ、エレナさん。レオ、あなた。エレナさん、この人は味方だ。今まで何をしていたの？あんたたちの指図は受けないって決めたんだ。ろくなことにならない。レオ、ジェフティに乗っているのは誰？誰だって関係ないさ。目的が同じ仲間なんだ。おい、エレナと言ったな。レブがいくら固まったところでバフラムには勝てねえぞ。分かってる。じゃあどういうつもりだ。命令を取り下げろ。命令ではない。あ？仲間を殺され、家族を奪われた者もいる。彼らは自分の意志で残っているんだ。死ぬぞ。ならばそれが義務よ。生き残った者の義務よ。なるほどな。よくわかったぜ。何がおかしい。早くジェフティを降りろ。死んでも降りねえ。前期、ジェフティを狙え。エリナさん、どういうつもりか知らねえが、まさかレブごときに倒せると思ってないよな。黙れ。確かに俺はバフラムにいた。お前ら連合軍に仲間を殺されたこともある。だが今はアーマンを止めに来ている。お前らアスカネが同じ目的で戦っているはずだ。それでも撃ちたい奴は撃て。こいつらあんたより利口らしいぜ。エレナさん、分かった。彼らに従うわ。よし。助かりたければ俺に指揮を任せろ。地下要塞アーマーはこの前方、クレパスの真下だ。前期直進、クレパスに到着した者から各自降下し、下段で待機。ポイントゼロで合流する。ディゴさん、敵
気が近い。他人に気を配れるのは俺たちだけだ。こいつらを前方のクレパスまで誘導する。一機でも多くだ。分かった。もう仲間は殺させねえ。エイダ、味方機の状況をモニター。広範囲のレーダーを表示します。ジェフティは青、レオの機体は水色、連合軍のレブは緑、敵は赤のポインタで表示します。分かった。レブの救難信号を逃すな。了解。救難信号が発信されたエリアは赤いラインで表示します。ディンゴ、俺ペーパー、もう逃げるな。デッキ接近。来たか。
隊がボロボロ落ちる。もう降り込んだ。蹴散らしてください。こちら戦闘機の救援を助けてくれ。ダウン、ゲートを早く。誰か来てくれ。大丈夫か。破壊されたレブリー、検査をお願いします。このままで全員やられてきた。レースはまだないぞ。残存レブ隊クレバス降下を終了したようです。よし、俺たちも向かう。どうした？要請おかしい。プログラム着床。ゼロシフトを取得しました。間に合ったか。ロックオン対象の傍らへ瞬間的に移動することが可能になりました。サブウェポンにアイコンを追加します。準備は整ったな。リンゴさん、どうかしたの？あんたの恋人がお色直しに手間取ってね。レブ隊は
下段で待機してる。アーマーへの突入口を確保しないと。俺が先導する。お前たちはそこで追手を止めてくれ。わかった。エイダ、気をつけて。あなたも無理をしないでください。あれか。建設時の搬入ルートです。建築物沿いに加工すればアーマーンの外壁に到達します。守りは固いか。肩慣らしにちょうどいい。エイダ、行くぞ。了解。